皆さんこんにちは、ルート25パのみかんです。今日はアイドルみかんのオフの一日、まあ一日か分かんないんですけど、動画を撮っていきたいと思います。今日はもうね、買い物をしてきたんですけど、今から元 SKE48 の高田しおりちゃんが、作っているハンドメイドアクセサリーナーストが名古屋の東急ハンズでポップアップを今年最後ということでね、やってるということで、今回も行きたいと思います。前回ね、名古屋で会った時にみかん行けなかったんで、今日はその時渡せなかったお手紙とあとプレゼントもさっきね、すごいね、結構時間かかったんですけど、たくさん時間かけて喜んでもらえそうなのを選んだので、今から行って渡していきたいと思います。そして今日はね、アクセサリーにナーストのカチューシャとあとイヤリングもつけてきました。ということで今から行ってきます。ナーストに行ってきました。みかんが今回買ったのは、あれ、こっちじゃない、これです。これはなんか一つ一つついてるね、なんだいうの、部品っていうのかな、部品がそれぞれ違うみたいで、一緒のものはないって言ってました。すごいね、つけた時も本当にめっちゃ可愛かったです。でもう一つ買ったんですけど、この色違いの感じで、これはまきちゃんにプレゼントをしたいと思います。ちょっと勝手にね、お揃いにしたんですけど、もし劇場公演が当たった時にプレゼントボックスに入れて送りたいと思います。シータンにも行った時にも、マキちゃん、あ、マキ子絶対これつけてくれると思うよっていうのも見てくれて、つけてくれたら嬉しいなって思います。前回も佐藤すみれちゃんのポップアップやってた時にピアスを買ってて、で浴衣に合わせてつけてくれたのでめっちゃ嬉しかったです。インスタにもね、載せてくれて本当に嬉しかったです。めっちゃね、シータンとたくさんお話して、もう楽しすぎました。もう時間があっという間で、話したのがなんか風岬の気楽屋旅館さん行って、シータンの作ってた焼きそば同じの食べたよっていうお話したり、あとみかんのみかんチャンネルについての動画とかもやってるよっていうのも今までも話したことあったんですけど、その動画をね、見たいって言ってね、声音量をね上げてね見てくれたんですよ。恥ずかしかっためっちゃ恥ずかしかったけど嬉しかったです。あとはあ、そうだ、まきちゃんと生電話できたっていうのをめっちゃ言いたくて、もうなんかにやけながらめっちゃ話してました。よかったねって言ってくれてめっちゃ嬉しかったです。あとこの今日つけてたカチューシャとイヤリングも写真撮ってくれたので、ツイッターに、シータのツイッターとかに上げてくれたら嬉しいなって思います。で今度お知らせなんですけど、来年の1月13日から1月17日まで名古屋のハルコ店でまたナーストのポップアップがあるということで、ぜひ皆さん、この動画を見てる方もぜひ行ってみてください。本当にナーストのアクセサリーはもう一つ一つもう手作りで、もう細かいとこまでおしゃれだなって思って、みかんも本当に大好きなお店です。みかんもね、来年も行きたいと思います。シータンとも約束したしね。あとなんかこれからなんか作りたいなっていう
制作に関することとかもこういうのどうとかシータンが聞いてくれて、めっちゃ欲しい、これあったら買いますとかね、話したりしててして、めっちゃ楽しかったです。ということでね、今日ね買ったこのアクセサリー、これからたくさんつけてインスタとかにも投稿したいと思います。イエーイ、めっちゃ楽しかったです。今からめっちゃバナナのお店に行こうと思います。前回まきちゃんがインスタグラムで載せてて、ちょうどみかんその時名古屋にいたので行ってみようと思って行ったんですよ。で食べたらもうめちゃくちゃ美味しくて最高だったんで、ちょっとまた2回目行こうと思います。本当お気に入りすぎました。ということでね、もう見えました、めっちゃバナナ、こんなとこにあったんだと思ってね、びっくりした。これ前回みかんが食べたやつです。めっちゃバナナ、はい、買ってきました、みかんは前回は、めっちゃバナナノーマルのやつを頼んで、今回は前回気になってた黒ごまを頼みました。飲んでみたいと思います。うん、え、すごい、え、あ、なんか後から黒ごまの味がする。うーん、体にめっちゃ良さそう、美味しい。ぜひ皆さん、めっちゃおすすめなので、本当にお店の名前通りめっちゃ濃厚です。 M サイズと L サイズがあって、これが M サイズです。で、なんだっけ、ほうじ茶もめっちゃ迷った、みかん。ほうじ茶と、あときな粉もめっちゃ迷った。だから、今度は、何しよう。ほうじ茶かな。まあ、その時の気分に合わせてなんですけど、本当に殿堂入りのみかんのお気に入りなので、皆さんもぜひ行ってみてください。いろんな店舗あるみたいです。県によって。ぜひ、お近くにあったら行ってみてください。そして、今からは、栄のセントラルパークに歩いて向かってきます。まあ、なんでかというと、まあ、行ったらわかると思います。ということで、ちょっとね暗くなってきたんですけど、歩いて運動しながら、これを飲みながら行きたいと思います。セントラルパークです。ここにサムネージがあるんですけど、多分ここにおしゆきチャンネルの CM が流れると思います。10分に1回流れるって、おしゆきの2人が言ってたので、待ってたいと思います。どうなんだろう、いつ流れるんかな。3つここに画面3つあるんですけど、どうだろう、流れてほしいな。あ、じゃあ今の間にさっきお買い物したので見せたいと思います。じゃーん、あれ、こっちだった、こっち。スライで、お洋服、なんだっけ、ジーンズ、スキニーの細めで、下がなんかふわっと広がってるジニーのジーンズを買ってきました。またね、インスタグラムにファッション載せたいと思います。まだだねまだだな。おしゆきの2人もね、ここでね撮ってました。さっきおしゆきチャンネルの動画を見ながら、あ、どこだろうと思って探して、
ちょうどね、あの背景が同じ感じだったんで、ここです。めっちゃみかんアップ。まだかな。始まった、やった。結構早めに始まってくれた。イエーイ、見れました。やったね。もう一回待って、あの今度は写真を撮りたいと思います。さっきおしげきチャンネルの CM3 回見れました。あのなんか10分に1回ってあの書いてあった、言ってたんですけど、なんか普通にもう5分ぐらいに1回のペースで早く始まって、もうなんか急に始まるからあのもうカメラの準備とか動画の準備とかしとかないと、本当に CM めっちゃ短いからすぐ終わっちゃうんですよ。だけどね、3回見れて写真もちゃんと撮れてよかったです。あの本当かも、ここは結構たくさんの方が通る、ね、セントラルパークなので、一般の方にもねぜひすごいインパクトがある CM だなって思うので、見ていただいて知っていただく機会が増えたらいいなって思います。もう夜になってちょうどねすぐね CM がある、デジタルサムネージの出たところがオアシス21なんですけど、すごいなんかライトアップがめっちゃ綺麗です。なんかここで撮影会したのが懐かしい。どうしよう、上行こうかな、あの水の宇宙船のとこ、せっかくだし。こんな感じ、下から。もう真っ暗だ、みかんの顔が見えにくい。登りました、水の宇宙船。すごい、これめっちゃ綺麗じゃない、レインボーになってるテレビ塔、すごい。あふれる未来に、なんて書いてあるか読めんかった。あー綺麗。画像では、画像じゃない、動画ではあんまりなんか伝わらんかもしれないけど、すごいレインボー、めっちゃ綺麗です。そして階段で登ってきたんですけど、めっちゃ疲れた。めっちゃ足えらい。下がね青色になってる。青色？めっちゃ人いる。そしてあ、でもここの水の中はそんなに色はないんだ。やっぱりここが目玉ですね。これいいな、撮影会したい、ここで。ここすごいさ、めっちゃいい写真スポットじゃないですか。あのテレビ塔も見えるし、あのオアシスの、オアシス21のね、このあれ、これなんていうの、これ水の宇宙船っていうのかな、これも見えるし、両方映るからすごい映えスポットなんじゃないかなって思います。そしてあのみかんが今いるここら辺、ここら辺かな、ここら辺であの SKE のゼロポジションの最後ら辺にいつもやっているメンバーがねやってるラップバトルをやってた場所もここの場所です。聖地巡礼です。さや大通りパークです。めっちゃ人いるよ、あんまりいなかった。ここのお店めっちゃ行きたいところがたくさんあるんですけど、あの多分行列だし、ちょっとまたね誰かと行こうと思います。さっき、これはギオンデニッシュパン、ギオンで合ってるんだよね。あのこちらもまきちゃんがインスタに上げてたので買いに行っちゃいました。栄で近かったので、あのこの機会だし買ってこようって思って、あの19時からこのお店は開いてるということで、ちょうど時間帯も良かったので買ってきました。
このデニッシュなんで普通のパンとはちょっと違う感じでそのまま食べても美味しいみたいなので明日の朝食べたいと思います。ここはグランドキャニオン広場です。みかんは境に来ると絶対にここに来てこの画面を見てまきちゃんが出るまで待ってます。今チーム S あゆかちゃんだからチーム E まで多分結構あると思うんですけどいつもね最後まで待ってで動画の準備をしててこうやって自撮りをしてます。でもここ来ると本当にもうテンション上がる。もう SKE もう本当に最高。もう大好きです。もうオタク全開みかんです。横にゃん。もうこのね映像はね永遠に見れるね。夏よ急げの衣装みんな着てる。坂本真理ってめっちゃ若いね。若い時だ。また最新のバージョンとかも撮ってほしいなって思います。さあチーム E が来ました。チーム E が来たのでもうすぐまきちゃんが出ると思います。ずっと見てました。チーム S から始まってかえにゃん池田かえるちゃん。さだからもうすぐかな。これが SKE フェスティバル。みんな一緒に大きな声で歌おう歌おうぜ。振りを真似して踊り明かそう。髪振り乱し汗かいて。ラック川田夏希ちゃん。画面越しだとね見づらいんですよ。もうすぐかな。くまちゃん、あんちゃん推しの、あんちゃん推しじゃない、前も間違えた。くまちゃん推しのあんちゃん、くまくま、まきちゃんと同じ誕生日の倉島亜美ちゃん。もうすぐ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 だよ。まきちゃん来た。イエーイ。かわいい。かわいい。あ、画面入ってたかな。あー、これ最高。この衣装最高。あー、終わっちゃった。イエーイ、まきちゃん見れました。幸せ。チームいい。SKE 劇場でーす。新しいポスターが貼ってありました。平和島と SKE のポスターと、あと、コロナに感染しない。痩せないのポスター、みんなマスクしていろいろ注意点が書いてあります。また飛び出しちゃった。 SKE 劇場ですの門ですね。これさ、このオレンジ色のやつは取っ手出し写真なんですね。で、あっちに水が置いてある。見えるかな。見えへんな。インフォメーションの隣に水が置いてある。あれはね、公園に当たった方じゃないと買えない水です。早くね、有観客の公園に入りたいので願いたいと思います。当たりますように。